はい、どうも皆さんこんにちは。 COD モバイル超底辺プレイヤーリリースタイルのリリーでございます。今日も COD モバイルをやっていきたいなと思ってるんですけど、前回上げさせていただいたこの MSMC にロングバレルをつけるのはどうなのかっていうような検証動画ですね、上げさせていただいたんですけど、なんかね、後々見返していったりとか他の人の話とかを聞いていくと、なんか徹底検証という割には不親切な検証やなと思いまして、後々考えるとですね、5メートル、10メートル、15メートル、25メートル、25メートル、30メートル、まあそれぞれの距離ごとに確定数を見ていってたんですけども、よくよく考えるとメートル刻みじゃないからかなり不親切やなと思って、それ徹底検証なんていう、なんかすごい、なんか自分の中で憤りだったりとかフラストレーションだったりとかになってきてしまって、もうこのままじゃダメやろうと思ってもう一回検証してきました。本当にすいませんでした。見ていただいた方、まあそんなにね多くの方に見ていただいてるチャンネルではないんですけど、見ていただいてる方に不親切なことをするのは良くないなと思ってもう一回検証してきたんですね。なんでそちらをちょっとねご覧いただきたいんですけど、これ MSMC に限っての話なんですけど、B ロングですね、サーチ B のロング、これファイアリングレンジなんですけど、これマークつけるとメートルが分かるじゃないですか。であそこに僕のサブアカを立たせて、ロングバレルつけてるつけてないので確定数を全部小刻みに調べていくっていうような手法でやり直しました。本当にごめんなさい。5メートル10メートルとかなんかもう曖昧なことして、でこれ14メートルか10メートル、5メートルぐらいで見てたりとか、こういう感じで確定数を一つずつメートルずつ調べてきました。これ MSMC なんでそこをご了承いただいた上でご確認をいただければなというふうに思っているんですけども、まあこういう感じでロングバレル有無別でのもう本当にメートル刻みですねでやっていってるので、まあ、そちらをちょっとご覧いただこうかなというような感じで思っています。でまあいっかこういう感じでやってるっていう手法だけはご了承いただいてですね。でこっから実際の結果ですね、もう一覧にまとめてますのでポンと、見ていただければと思います。 MSMC ロンバレ有無別キル必要弾数ということで、左側がロングバレルなし、右側がロングバレルありっていうのでお示ししてます。で最初の4発キルできる範囲なんですけど、それはもう8メートルまではロンバレなしでキルできます。でロンバレありは9メートルまで4発キルできるということで、1メートルの差異が出てきています。まあまあまあかなって感じですね。でロンバレなしだと9メートルから14メートルまでが5発キルできます。ロンバレありだと10メートルから16メートルということで、16メートル、まあ、14メートルから16メートルの間、ロンバレなしだったら7発になるのが、ロンバレありだと16メートルまで5発でいけますよと、まあ、この2メートルですね。でさらに15メートルから21メートル、ロンバレなしの場合は7発キルできるのに対して、17メートルから24メートルまでは7発キルできると。で、22メートル以降は8発キル。ロンバレありで25メートル以降は8発キル。ということで、結局なんですけど、最初のところが1発、1メートルですね。で、次が5発キルできるものが2メートル、最後が3メートル伸びてるっていう、ちょっとずつ伸びていくっていう形で、MSMC の必要弾数っていうのが伸びてきているっていうのがお分かりいただけると思います。まあ、これを見てね、いるかいらないかっていうのは、まあ、皆様の、お任せをしたいなと思うんですけど、本当にね、ビビったるもんではあるものの、どうなんだろうって感じですかね、僕としては。なんか微妙にいるかいらないかをちょっと迷ってるかなっていうぐらいの感じです。はい。という感じでね、まあ、ここまで検証させていただいたものの、最終的な判断は、皆様にお任せをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、本日は、ロングバレル、有無別に、キルの必要弾数を調べさせていただきました。ぜひね、ちょっとでも参考になったなっていう方は、チャンネル登録ボタン
押してあげていただければと思います。ということで、引き続き次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。グッドボタンよろしくね。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ皆様。